うまいことできてね。そういうとり普通のおっさんだから知らないよ。行き当たりばったりってかそういうのがあるじゃないか。行き当たりばったりママの肌ツヤが変わるんだ。それは言っちゃダメだって言ったでしょ。なんでだよ。続きまして天才子役上杉みちくんです。うわどうもすいません、ありがとうございます。すごくたくさん来てくれてる、嬉しいな。本日はよろしくお願いいたします。わ劇団円形法の上杉みちと申します。マスメディア関係の皆さん、それからいろいろな媒体の皆さん、いろいろ雑誌関連、それからメディア関連媒体の皆様、それ以外も他にもいろいろな他の媒体の皆様、お越しいただきありがとうございます。僕は劇団円形法の上杉みちです。好きなアイスは、ドライアイスです。だって水を足すと煙が出るから。お姉さんも好き？大好きだよ。だって水島のとこにさ流して水垂らしたらさ、ずっと煙が出るじゃん。そうだね、僕好きなんだあれ。皆様本日はお集まりいただきましてありがとうございます。私はあのみちくんと、ママのドアトゥードアという映画で共演させていただきまして、今日またあの久しぶりにみちくんに会えてとっても嬉しく思っています。久しぶりだね。久しぶりだね。いやお姉さんまた一段と綺麗になって。いやまたそんなこと言っちゃってみちくん、大先輩なんだ僕の。だって本当に子役時代からすごいから。いやねえみちくんにはかなわないよ。でも本当にすごい緊張しちゃうよ。嘘だね本当に。マスメディア関係の皆さんもよろしくお願いします。改めて、ね、お二人とも世界進出を果たされているということなんですが、みちくんお気持ちはいかがですか？嬉しい。でもどうやってこれ世界の人が見んの？そうですね、そうみたいだね。どう思うの？こんなのどう思うんだよ。いや、いいと思う、すごく、いいかな、これどう思うんだろう。だって、どう伝えんだよ、遠近法の子供の役ってどう伝えんだよ。そのニュアンス伝わんのかな。そこ伝わんなかったらほぼ無理だよ、30分どうやって翻訳するんだろうね。本当だよね。まずその説明ちゃんとしてくれてんのかな。僕が遠近法じゃなきゃ仕事ができない特殊な俳優ってことを。それを取っ払うと僕は普通に42の今腰痛持ちのおっさんなんで。僕今実は低周波流してんだ、痛くて。本当に？ちょうど今少し持病のヘルニアがちょうど発症しだしてんだ。それぐらいしてでも僕は子供になりたいんだ。ちょっともう少し前行こうかな。来ていいの？大丈夫？前来ちゃうの？少し前に行く。ちょっと椅子いいですか？もういいや。もういい。もうこの価格飽きただろうし。みちくん。写真撮ってる人たちがそう思うだろうし、もういいその画角。2、3枚撮れば十分なんでしょ？ただこうやったら普通のおっさんだから知らないよ。すごいねみちくん。これすごくいいね。これすごくいいね。座り心地がいいや。社長さんのやつだよ。社長さんの椅子だよね。僕社長さん大好き。社長さんに気に入られたり、社長さんの娘さんに気に入られると大きな仕事が入ってくるんだ。そうだよね、コマーシャルとかね。だから社長さんの娘さんの壺に入るのようなことをやっていきたい。事務所の話させてもらった、子供のどういうパーセンテージでやってたって。僕が今実際そこで揉めたりしてるから大変だよね。劇団円形法の事務所としてどういうふうに、子供だからお金が管理するのは難しいといえど配分もやはり気になりますよ。ママが全部がっつり持っていくとそれは気に食わないし、足立さんはどうだったんですかって聞いたりした。そうだね、結構管理してたママが。いやもうママが管理してたよそれは。でもまあね、子供だから金銭感覚身につけることは大切なことだから。じゃあさ結構言っていいってこと？何を？もうちょいくれよとかあげてくれよとか。だってママがさ、お高いカバン買ったりとかしたらさ
だって僕のお芝居なんだもん。いやでもそういうもんなんだよ。ほらこういう深い意見言うんだよ私。そういうもんなんだよ人生は。なんて言われても分かんないよ。でも大丈夫、ママがしっかり多分管理してくれてるから。そうなんだ、うん、だってコマーシャル案件とかでかいじゃん。僕が新しく行くおじいちゃんの家は駅から近いのかい？駅から歩いて10分ぐらいかかるけど。やだ、僕はドアトゥードアがいいさ。そんなの無理に決まってるでしょ。いかれママいつも言ってたじゃないか。どんな話なんだろうなこれ。うまいことできてるね。いいシーンだね、ここから。いいシーンだよ、感動だよ。この合言葉だけは覚えていくよ。ここからカメラが止まんないんだよ。合言葉、ドアトゥードアでしょ。覚えといてね。せーの、ドアトゥードア。僕は忘れないよ。ママも忘れない。ドアトゥードア、ケースバイケース。ドアトゥードア、ケースバイケース。ドアトゥードア、キャッチシャンベイス、タンドリーチキン。ケースバイケース、クイックアンドタン。なんだこのシーン。ドアトゥードア。恥ずかしいね。僕芝居うまかった？すごく上手だったよ、うん、ついていくの大変だった。すごく。セリフ覚えてなかったの？覚えてたけど、でもほらあのその場のなんていうかね、行き当たりばったりっていうか、そういうのがあるじゃないか。行き当たりばったり。覚えてたけど。ドアトゥードアなんだ、タンドリーチーン。そうだね。そう、そこはちょっとね。ケースバイケースじゃん。そうだね。僕はね、御嶽監督の作品にしか出てないんだ。御嶽監督はいつもね、パパが出張の時にいつも僕ん家に来るんだ、御嶽監督は。だから、みちくん、それは。そうなんだよ。それは言っちゃダメだって言ったんでしょ。なんでだよ。なんでいつもだよ。こんな時に、こんな時に絶対ダメだって言ったの。絶対ね、僕ん家でママとお風呂に入るんだ。ダメだよ、それは。言ったら。15分でいいから毎日ブロックして。絶対言っちゃダメだって言ったでしょ、この辺。なんでダメなの？ダメだよ、それは。今最も言っちゃいけない時だよ、これ。すっきりした顔してやめて、ほんとにダメだって言ってるでしょ。ママの肌ツヤが変わるんだ。ダメだって言ってんでしょ。何でダメなんだよ、だってさっきから撮影の時も言ったでしょ、それを人の前で言っちゃいけない。見たけど、ほんとに分かんないけど。さあ、といったところで、あの大変残念なんですが、そろそろお時間が近づいてきてしまう。最後にですね、お二人からメッセージをいただきたいと思います。まずみちくんからお願いします。配信を見てくださっている方々、それから、お集まりいただいた方々、本日はどうもありがとうございます。世界配信なんて言ってるんですけども、笑わないでしょ、世界の人これ。何なんだこれって言いそうだなと思ってます。何なんだこれって言うでしょ、これおそらく。なんであんまり気にせずに、たくさん日本の人を見てください。もちろん世界の人もだけど、今日は皆様ご足労いただきありがとうございます。皆様上杉美智をよろしくお願いいたします。そして私由美お姉さんをお願いいたします。失礼します。配信を見てくださった方も今日来てくださった方も本当にありがとうございました。美智くんとともにこうして世界の方々に見ていただけるのはとても光栄だと思っています。ね、そうだよね、はい、いっぱい見てください。お願いします。いっぱい見てよね、はい、いっぱい見てください。バイバイ、バイバイ、イエーイ。これがはけちゃったんだよ、これが。もうすごいね、おじさんの背中。ありがとうございました。おじさんの背中だったんだよ。おじさんの背中って言うなよ。